オカルトラジオ。カラッポレイディオ。そんなん用意してたんですね。適当です。そんなん用意してたんだ。適当で犬も吠えております。ちょっと前まで静かだったのにな。ちょっとね、僕ん家に犬ちょっと預かってるんで今、はい、犬が吠えるかもです。そうですね。はい。まあそうしたら。ケイスケ初対面で俺部屋いなかったじゃん。はい。めちゃくちゃ吠える声聞こえたで、ね、めちゃくちゃ吠えてましたもん。で俺手出して撫でながら、うん、撫でられながら吠えてましたもん。お前どこで心許すのと思ってほんでちょっと、はい、あ慣れてきたかなと思ったらともくんの音聞こえたらすぐともくんとこ行っちゃう。寂しいよね。そうそう、2番目の男の感じがしました。そう、犬ケイスケ犬慣れてるじゃん。はい。だからケイスケには多分最初ちょっと吠えるけどすぐ多分懐くだろうなと思って、うんうんうん、そのまま放置しといたっす。でもまだそこまで絡んでないですからね。あ、犬ともっと絡んだら多分イチコロですね。イチコロですか。はい。さっきね俺が芸を見せて、はい、寝転んで仰向けになって、犬がね、はい、仰向けになって両手を、トモ君が仰向けになって、俺が仰向けになるわけじゃないですか。犬がね、犬がでしょうね。で手を重ねて前足を、はい、なんかクイクイってやるっていう、なんつったらいいんだろう、あれ、なんていうんですかね、手綱みたいな。カンナムスタイル。カンナムスタイルです。カンナムスタイル。みたいなのやるんですよ。あれめちゃくちゃ可愛い。じゃあ俺それ、その芸知らずに、うん、なんかトモくんがちょうだいちょうだいとか言ってるんですよ。ちょうだいちょうだいってやるとね。何やってんのかなと思って、うん。ちょっと本当に冷めた目で見てたんですよ。横で。うん。それでやったじゃないですか、芸、うん。めちゃくちゃ可愛い。そう、めちゃくちゃ可愛いですよ。またね、これなんかにあげれたらね。そうですね、ツイッターかなんかで、ね、うん、そうだね、ね、ちょうだいちょうだい。めちゃくちゃ可愛いあれ。ということで、はい、カラッポラジオ初めての収録でございます、ね、ボリューム1ですね、はい、ちょっと僕自分の好きなものの話しようかなと思ったんですけど、はい、それちょっと多分2時間ぐらいかかるんで、それ話し出すと。いや、それをこの時間内にまとめるのが編集がないんですよ、カラッポラジオは、うんうんうん、もう垂れ流しでいきますからね。垂れ流しなんで、はい、無理っすね。2時間かかっちゃうんで、今みんな自粛ムードで、はいはいはい、みんな家にいるじゃないですか、はい、こういう時の暇の潰し方みたいなので、はい、好きな番組とか、ああいいっすね、いいっすね、をこう俺らの好きなの紹介して、うん、ちょっと気になったら見てもらうみたいなのどうですか、うんうんうん、いいいいいい。そう、僕はね、うん、最近ツイートもしたんですけど、うん、僕ドラマの中で、うん、リーガルハイが一番好きなんですよ。ああ、はい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 、はい、一番かどうかは分かんないですけど、はいはいはい、もう多分ね通算10回ぐらい見てる。もうめちゃくちゃ面白くて、俺も見てる結構。あれやばくないですか。さ、セリフの量やばくない。そこもやばい、うん、ね、そのセリフとか、あと黛真知子がもう可愛いとか、うんうん、そういうのは置いといて、うん、なんていうんですか、あのドラマの中に、うん、この世間と人生、うん、人みたいなの全ての表裏が詰まってるんですよ。わ、うん、かるわかる。それをなんていうんですか、あえて重くせずやってるというか、うん、重いんすけどね、うん、重いんすけど重くない。もうそこも表裏、もうずっと表裏がね、うん、もう捉え方次第で変わってくっていう、ね、俺さ、村のなんか工場ができて、汚染がどうこうの、ね、うんうん、あそこすげえ好きだったよ。あれセリフやばいっすね。やばい、あそこセリフやばい、うん、僕はね、あれで真由澄が、うん、いろいろこうやって街角インタビューっていうか、街でこういろいろ取材とかしてるときに、民衆に襲われて、あいつらは敵だっつって、うん、弁護してるからね、うん、悪いところのみたいなっていう民衆が真由澄をボコボコにするんですよ、うん、で入院してて、それを見てコミカドが怒って、うん、裁判でボロカス言うんですけど、うん、その時感情的になってね、この世で一番怖いのは民意だよっつって、うん、この、ね、民主主義の中で、うん、そういう民意でコロッと変わって、うん、それ悪が悪じゃないみたいな顔できるみたいなことをね、すげえセリフで言うんすよ、うん、俺あの時泣くもん。もうなんかさ、今のこのコロナの関してのもさ、ちょっと言えるじゃん。なんかさ、うん、聞いた話だよ。これは、はい、聞いた話だけどさ、もうすごいらしいね。コロナ、例えば俺んちで俺がかかったとするじゃん。うんうん、もうそうするとご近所さんからの目が
まあそりゃそうでしょうね。こうそういう風な、なんていうんですか、風潮というか、もう村八分じゃないけど、結構そうなるみたいなさ。いやもうだって人じゃないみたいな扱い方されるらしいですからね。いや分かんないですよ、僕はまだなってないんで。でもなんていうんですかね、その世界ではもっとこうちょっと前から騒がれてて、まあこの豊橋に限りかもしれないですけど、全然もうこうちょっと日本でも言われだしても何も言わなかったのに、最近になっていろいろあったから一気にね、周りの人たちの意見が180度変わるというか、いやいやあんたたちみたいなちょっと前までこんな時に俺、まあ、店にね、アルコール除菌とか置いてるのに、書いてあるんですよ、そのウイルス対策のため、アルコール消毒お願いしますとって書いてあるんですけども、誰もやらないんですよ、だからこっちからすいませんつって言って、嫌な顔するみたいな、で、まあ、結構早い段階から、本当になんか飲食店でマスクをつけて働くって失礼みたいな、うちの人前まで、だけどまあいち早くいやこれはした方がいいっつって、でマスクとかしたりとかもしてたんですけど、なんか嫌な顔されるというか、マスクの接客って嫌な顔されるよね、ってなってたのに、今となってはそれが行儀がいいというか、マスクしてないのが悪いみたいなさ、そう、まあ悪いよ確かに、悪いっていうか予防できてないなとは思うよ、いやいや、まあ言っちゃえば常連さんだったりとかする時もあるんですよ、あなた2日前までアホみたいにってなった人が2日後にいややっぱコロナは怖いよとかって言って、いやいや遅いっていう、豊橋でも出ましたからね、出ましたねついに、まあまあでも豊橋はちょっと民度が低いんで、豊橋はね、はい、で今のエピソードもね、豊橋の僕の働いてるお店での話ですから、もう本当にね、例えば豊橋っていうか分かんない田舎も他のところもそうなのかもしれないけどさ、まあ、若干田舎じゃん、若干っていうか結構田舎でさ、若干その都会っていう部分がさ、ちょっとはあるじゃん、だからなんかなんていうのかな、アパレルにしろさ、なんていうのかな、冬物を買うのが秋じゃなくて冬みたいなさ、寒くなったら買いましょうみたいな のがあるじゃん、はい、豊橋って、ありますね、だから結局コロナもいや危なくなったらまだ大丈夫って思ってる人いっぱいいるからね、いっぱいいる、で僕その、まあ、まだ大丈夫って思ってる人らが、周りに移した時にとかっていうのもあるじゃないですか、だし今の現状になってやっと意見が変わって、180度変わった人の意見とかも俺は否定は一個もしないんですよ、でも、まあ、それはそうでしょっていう、ただその今そこで君たちが叩かないといけないのは、もっと別でしょっていう、何をなんかねお互いで叩き合ってまあまあまあ間違いない、何も変わらんのにね、そこで叩き合っても助け合った方がいいのになっていうね、叩き合うようにね、あ、いいんじゃないですか今の言葉いいんじゃないですか叩き合うより助け合うっていうあんまり決まってないですよねでもまあいいと思うよ、まあそうですね、なんからしくない会話してますね、そうですね僕たちそんなこと言ってこなかったタイプですからね、まあまあ思っててもね、そんなことを話題にしないというか、そう思ってる、思ってるんですよ、もちろん、思うことはいくらでもあるし、まあまあそのコロナの話はね、いろんなところでこう出てるから、そうまあ僕たちがする必要もないだろうけど、やっぱ各々がまあこう自己責任っていうところもあるじゃないですか、そうだね、もうこんだけなってればかかってもしょうがないんですよ、実際ね、だからまあかかってもしょうがない、まあ最大限かからないような努力は、各地でやりましょうと、でわざわざ、それを例えば、ガマゴリで出た、俺はコロナだばらまいてやるみたいなやつは絶対叩いた方がいいんですよ、ダメですよ、そういうやつは叩いた方がいいんですけど、お互い何も知らない同士じゃないですか、がちょっと間違ったこと言ったからってボコボコにするんじゃなくて、分かってるやつが歩み寄ればいいのに、あとさ、まあ、前例がないからさ、だから新型だし、まずね、そもそも新型ってついてるんだから、前例なんかないじゃん、ないですね、どうなるかわからんだよさ、もう手探りじゃん絶対にみんな、そうですね、だからもう間違った情報も出るし、
それはもう自分で見定めていきましょうっていう。そうですね、なんか好きなものの話しましょうから、うん、コロナの話になっちゃう。そうだね。でまあそのコロナだから、まあ、自粛じゃん、うん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 、外出とかもさ、うん、その時に見れるような何か、うん、そう。あと僕最近ちょっと遅いですけど、ネットフリックスで愛なき森で叫べ、園子温監督の、うんうん、ああはいはいはい、はい、あれめちゃくちゃ面白いです。ね、あの北九州一家殺人事件を多分元にしてて、それじゃあ洗脳とかそういう系も。そうですそうです。へでプラス、その中で、うん、なんていうんですかね、映画自主映画を撮ろうっていうやつもいて、うんうん、でそれとは別でまたなんかちょっとこう他の女の子同士での友情だったりとかっていうのがあるんですけど、うん、それがなんかその園子温監督の集大成というかをその事件を元に乗っけて作ってるみたいな感じがするんですよ、うん、なるほどね。だからもうめちゃくちゃ面白くていろんな要素が入ってるってこと。そう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 、園子温監督すげえってなったっす。すごいね、うん、あと吉平吉平さん、うんうん、めちゃくちゃうめえなっていう。あの人かっこいいしね。かっこいい。じゃあアウトレイジの話になっちゃうけど、はい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 、アウトレイジ1で退場だったじゃん、まあ、もう最後亡くなって、うんうんうん、あれが本当に出てきてほしかったずっと。そうっすよね。あれでもあの殺され方は本当にある殺され方なんだってね。そうなんだ。よくあるって殺され方なんだって。怖っ、めちゃえぐいやつですよね。ロープにね、ロープで、うん、うわ、でも結構すぐ行くから、うん、やっぱあの衝撃で、うんうんうん、あんまり痛くはないらしいけどね、うん、もうあれをロープやられた時点でもう覚悟しますよね、うん、絶対。うわ、想像しちゃった、うん、想像した想像した。うん、うん、まあ僕はそのリーガルハイ、うん、愛なき森で叫べ、うん、ちょっとタイトル違ってたらすいません、うん、まあ、あとは本当にあの工藤官九郎さんの作品めっちゃ好きで、あ、うん、で、IWGP もそうだし、うん、木更津キャッツアイが僕はもうめっちゃ好きで、 あとあれですね、タイガー&ドラゴン、タイガー&ドラゴン最高ですね、うん、もうここはねぜひ見たい。またであの多分自粛ムードになってて、またこう僕も一人で過ごす時間多くなるんで、うん、だって今日だってこれ今日土曜日なんですよ、うん、俺土曜日なんて休み全然ないのに、珍しいよね、年に何回あるかっていうぐらいなのに。そうなんですよ、昨日、うん、金曜日の12時まで夜、うん、お客さん一人も来なかったっす。うん、今まあそうか、うん、そうなるか。だから急遽休みになってこう収録できてるんですけど、うん、だからこういう一人の時間が増えたらやっぱライブ配信だったりとか、うん、でこう、まあ、僕も暇を持て余してるし、うん、あのやることない人たちと一緒にこう喋るみたいなのもやろうかなと思ってるんで、うんうんうん、そのリーガルハイだったりとかそういうのの話もしたいなっていう。あ、俺ね、俺はね、なんかあるかな。俺最近さ、はい、俺がまず契約してるそのネットフリックスとか、うんうん、何契約してるかっていうと、はい、アマプラでしょまず、はい、ネットフリックス、フール、FOD、 フジテレビオンデマンドね、はい、ぐらいなんだけど、はい、その中でフジテレビオンデマンドを最近すげえ見るようになってさ。ほう、フジテレビオンデマンドってあの要はフジテレビのドラマ月9とかさ、うん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 、を配信してるんだけど、はい、それをちょっと最近見てて、やっぱハマっちゃうっすか。あのね、キムタク大好きなんですよ。これね、好きなものの話の時に今度2時間かけてやるけど。じゃあ今日はちょっとキムタク好きっていう情報だけ、前情報として置いて、そうそうそう、の中でもっていう、はい、このドラマが好きなんですっていうのは、はい、俺空から降る1億の星っていう、いや俺見てないな、でも結構昔なんだよ、はあはあはあ、なんだけどそれの何が好きってストーリーでも何でもなく、はい、キムタクの住んでるところが、はい、なんかね、屋上マンションの、はい、そのマンションじゃなくて屋上にあるなんか機械室みたいなところに住んどるじゃんね。ほう、そのなんか結構インダストリアル感って言ったらいいのかな、ほうほうほう、がねすごい好き。へえ、うん、まあ、いいドラマだよ話自体も、うんうんうん、いや見たことないな、うん、ちょっとキムタク熱いろいろ聞きたいですね。だって俺昔からトモくんと出会った頃からトモくんキムタク好きじゃないですか。大好きです。
だからキムタクの話でもあんましたことないじゃないですか。ないですね、うん、だからそれをがっつり聞くっていう、うん、俺出会いからね、出会いから俺まずキムタクを、うん、まあ、かっこいいとも思うし、うん、キムタクが出てるドラマも面白いとも思うんですけど、うん、ドハマりしたことなくて、あ、うん、最近、うん、あのグランメゾン東京、うん、見た時にあのそのドラマ自体もめっちゃ好きだったし、うんうんうん、あの料理だったりとか、うん、キムタクが鬼ほどかっこよくてかっこいいじゃないですかってなったんで、うん、今だったら聞ける、うん、ちょっとグランメゾン東京の話していいですか、はい、グランメゾン東京の本編じゃなくて、はい、うん、とあれどこだったっけ、なんだっけな、日テレオンデマンド忘れちゃったけど、はいはいはい、DTV、翔平が翔平のやつですね、そうそう、グラグラメゾン東京、はいはいはい、あっち見てました俺ね見てないんですよ、あっちね、もうすげえ引っ張るんだよ、キムタクが出るか出んかみたいなさ、はいはいはい、他の人たちはだんだん出てくるの、話が進むにつれて、はい、ゲストで、はい、でも最後に出るんだろうなと思ったら後ろ姿だけなんですよ、おお出ないんだと思ってクローズ見てました、漫画見てました、クローズの後に、うんうん、春道っていう漫画が出てるんですよ、うんうんうん、でそれは田舎のヤンキーが主人公みたいな感じなんですけど、うんうん、それにも坊や春道の後ろ姿だけ出るんですよ、うん、わー、なるほどね、でもキムタク坊や春道です、うん、キムタクですだって最近のさ、あのマックの CM とか見た？あー見た、何歳よっていうぐらいさ、うん、顔綺麗じゃない？綺麗、うん、しかもね持ち方がすごい、ね、キムタク、うん、独特の持ち方あるよねマジでキムタク、うん、はい、ということでね、はい、こんななんか好きなものの話と、まあ、ドラマの話、まあ、映画だったりとか、はい、見れるもののおすすめをねちょっと言ってこうかなと思いますんでね、またよかったら、はい、そうですね、まあ、このね、セカンドオカルトラジオチャンネル、チャンネルもねがっつりいろいろ配信していきましょう、うん、カラポラジオもぜひよろしくお願いします、ね、はい、まあ、こんな感じでやってきますので、そうです、ね、はい、あの終わりは突然にって、うん、はい、終わりです何にも終わり用意してないんですけど、そうですね、いや、とりあえず今日はありがとうございました、うん、あ、そうですね、はい、じゃあありがとうございました、今日もいいお話でしたわ、次回も楽しみねではまた後ほど。